はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルペネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらとなります。筋子ジャンクション跡にて若葉シューター、ホットブラスター、スクリュースロッシャー、ハイドラントでやっていきましょう。それではスタート。さあ前回と同様今も風が続いております。なんなら昨日より悪化している。前回撮影時より圧倒的に悪化していて、熱以外すべてパーフェクトを取っているくらいですね。もう喉が痛い、鼻水が出てくる、くしゃみが出てくる、体の不調子が痛い、もう最悪、役満です。さあということで、おリムル好き。リムルと言われるとあれかな、転生したらスライムだった件、リムルテンペストですかね。テンスラ僕も好きだよ。結構語ろうぜ、リムルが好きというならば語ろうぜ。いやリムルのあれのところのね、ナロー系なのになんでああいう異世界転生もので成功してるかって言われたらあれだと思うんだよね。男性キャラもさ、ちゃんと仲間にしてんじゃん。まあ言い方が悪いんだけど、結構ハーレムものっていうのが多いんだよね、ナロー系って言われると。だからそれ含めて、まあ基本的にはそういうやつも含めて男もちゃんと仲間にするしみたいな感じのところがいいんじゃないかなっていう流れです。はい、語ります。そこら辺よく語ろうぜ。まあそもそもね、転生したらスライムだった件、かなりナロー剣の中でフル株の位置にあるんで、あいつはもうなんかナローの中で人気があるから重鎮とかじゃなく、普通にフル株として重鎮です。あいつよいしょ、何語ってんだろうね。ズーババ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 バ勘弁してくださいな。さあ鼻声の人何歌わせてくれてんだ。やべやべ、こっちもこっちでやべえものが、獅子がるいるいしとるます。うい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 、あおー危ない、よく耐えてんな僕。ああざー、ヘイ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 、よいしょ、これで勝ちかくん、ナイス、オッケー。危ねえな、片パが多すぎる。第2ウェーブいきましょう。さあ途中でめちゃくちゃ鼻声になると思います。鼻水がね現在すごいんで、鼻かまずにね鼻にティッシュ詰めてんだよね。だから今一時的に解放してるんですが、目の前にねいつでももう実況中やばくなったら詰められる用の団子がありますので、鼻ティッシュ団子がありますのでね、はい、それ使って多分途中恐ろしいくらい鼻声に変わると思います。今現在もまあめちゃくちゃ鼻声なんだけど、これを多分ねはるかに凌駕すると思う。やおーやおーやおやお、助けてー助けてー、襲われちゃう。よーいしょ、ナイス。今回射程長い武器多いから助かりますね、射程長い範囲攻撃だから。よいしょ、私納品係やりましょう。ハイドラくんがなんとかしてくれるさ。いた、怖い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 、よいしょ、それはさせないよ、これもさせないよ、これもさせないね、それはさせたわ。よいしょ、あと1個 OK、 ハイドラいるし、かなりあそこの襲撃の部分は余裕じゃないかな、足りてれば余裕よ。はいはいはい、ナイス、よーいしょ、はい、よーいしょ、 OK、 ナイス。あラスト一発が入ってない、まあいいか。さーて、スクリュースロッシャー通常使用の通常ウェーブかな。今回引いてないのはハイドラか。ス
グスロはね、サーモンランにおいてかなり癖強武器だからね、直撃させないっていう技術が必要になってくるから怖いのよ。あ、はーい、あざーす。やっべ、おい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 、狙い僕じゃねえよな。ハイドラ相手にあれ来るとまずい。わあ、ありがとう、助かるわそれ。わざわざ撃ってくれるのは助かる。飛ぶね、はーい、いってらっしゃい、飛んでらっしゃい。まったかい、よっ、一発入ったけど、よーいしょ、来い来い、あれなんとかなるかな。ふっ、オッケー、うまい。まあそもそもこの武器でここやるようなものではないんだが、おぼぼぼ、あっぶねー、寄せろ寄せろ、うっ、モグラ来るよ、はーい、いらっしゃいませ、ようこそ、よーばぼぼぼぼばばば、ようこそ、あぶねー、ふっ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 、あー、死んだ、あと1個、あと1個入る、うまーい、ナイス、助かる。いやー助かるよー。さあ、ありがとうございます、マジで助かる。一応勢いのまま対岸に飛ぼうとしたんだけど、あのカメラの向きはきついね。ナイスでした。いやーいいね、助かるよこれやってくれるだけで。さあ2回ですってしまったか。まあでも24納品はいいくらい、平均くらいだから、まあいいぐらいかな。地味にあそこでタワー2体潰したのはめちゃくちゃ偉いんじゃないか。2体じゃないか、3体潰してるかあれ。まああんまりね、遠征して海岸沿いにいとくのは良くないんだけどね。デスらなかったらまあ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 、オッケーオッケー。これがね、直撃すると1体で終わっちゃうんだよ、1体で止まっちゃうんだけど、直撃させないと100ダメージを周りにばらまけんだよね、バラララって。あの渦巻き状のやつを使うとね、そこだけを使うんだよ。さあ1人なんかすごい名前の人いないか、バグ技使った後のバグった名前みたいな人。何あれ、ハイドラー、やべ、艦長でキャノン、キャノンだね。ハイドラである意味はあんまないね。よいしょ、ホップホップホップ、オーケー、ほいほいほい、リンクを回復させまして、ドーンドーン。意外とあそこ狙いづらいな、うまっ、うますぎ。よいしょ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 、あー外れた。じゃあ出てくるとこ狙おう。インクロック地味に長いな。よいしょ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 、はい、ダブワンターンキール、うまいけど後ろの肩パーレ鍋豚が邪魔で撃てない。うわー、そこの鍋豚なんとかしてくれ、ありがとう。うん、うまっ、うまいね、それができるのはめちゃくちゃうまい人。はーい、へい、はーい、外した、普通に外れた。インクがないからどうしよう、絶望。ありがとう、スクスロの人。あ、狙われてるし。じゃあ、ついでに回収しに行くか。怖い。
OK、ナイス。よーいしょー、ちょっとだけ塗った、言うほどだけどね。若葉シューター、通常使用、通常ウェーブかな。お、若葉あそこギリギリ届くんだ、塗り。さあコウモリはまあ打ち返しに専念すれば、初手コウモリはやりやすいよね。お、うま、どこ狙ってんねー。打てない打てない、さすがにそれは。フォトブラいける、前に、あ、いったいった、うまい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 、やべー、片っ端いるじゃん、入ってない、よいしょ、うおっぶね。とりあえず片翼にだけでもしておこう。やべ、なんじゃいこれは。狙いは僕だね、当然僕みたいな感じ。はい、よいしょ、オッケー、うまいよ。まずい、横で人が落ちた、ここ来てる。はい、気づくのが早かった、うまい、えらい。ここもそのまま狙おうか、あいつ持ってかれたか。 OK、 うまいよ、ほっ、うまい、おい、あとは逃げます。お前に夢なんて見させらーい、おい、オッケー。さあ、なんか玉拾いがさ、クリア後でも玉拾いが大量のさ、金いくらを積み上げてる光景見ると、全く塗りとか関係ないけど潰したくなるのは僕だけですか、これ。さあ、ナイス玉残ってますので、結構早いうちに一回使っておきたいね。カタパが出た時とかに。はい、ブラスターだから結構柱には強く出れると、柱とかタワーとかに強く出れると思うんだけど、おい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 、待って、よいしょ、うー、ほっ、カタパとかは出てきてないね。よいしょ、 OK、 だけど誰も食らってないのはちょっと悲しみですね。ほい、よし、向いた、ほっ、 OK、 ほっ、 OK、 うまい、あそこの片っ端を落としに行くぜ。あれ、推理感覚で全く別なやつ。あー、ここはもうあっち、オッケー。あれ、あいつ生きてる、もしかして。うまいよ、よいしょ、オーケー、ナイス。お前はそれは NG だ。よし、ナイス。第2戦目もいい感じで勝利ですね。いやー、まあ最初こそ結構難易度高いとは思いましたが、やり方が確立されてくると全体の中でも中くらいか、むしろちょっと簡単寄りに入りますよね。筋子ジャンクション跡、納品が少ないが、まあその分敵は倒してるし、よし。まあ第1ウェーブあんまり納品してないしね、そもそも。さーて、こっから鼻声だぜ。結局あの人の名前何だったの、 F ローかな、
やエフローでいいのかな、多分日本語じゃない日本語に見えるような文字を組み合わせてるんだろうけど、何語だい、酒おにぎりがサーモンラインやってる、ダメだろ、自ら具材調達に来てる、目的金いくらじゃなくて鮭だろ。さあ通常使用特殊ウェーブ、何来る、何が来るかな、泥鮭大丈夫、はい、オーケー、はい、オッケー、金のやつ出てきたけどどうしましょうかね、ここによいしょ、入れられる、あれハイドラいるからワンチャンいけそうなもんだけど、うわ弾かれた今、入った入った、オッケー入った、うまい、えらい、よーいしょよいしょよいしょ、はい、よっと、オッケー、うわリスチ近くのやつ何入ってる、小鮭、小鮭だわ、最悪だ、ハイドラとかやばいぞこれ、と早急に潰しにかかれ、オーケー、うまい、これで納品は完了、お前はそれは NG だ、オーケー、2個入った2個入った3個入った、オッケー、おっと登れた、セーフ、じゃあバカタレ、変なイカロール出た、ナイス、お復活ありがてー、ナイス助かります、満潮、よいしょよいしょ、ついでにここのね微妙なこの壁塗っておくとすごい動きやすくなります、よいしょ、敵側にやって、ザコシャケはそのまま処理できるからね、うわ2体いたのか、うーむ、あれは投げておこう、投げて当たってないね、ブラスターいるからあんま気にしなくてはいいとは思うんだけど、あー違う、あーオッケー、そうこれがやりたかった、実はねこれうまいことやると1体一発で1体じゃなくて一発で何体も倒せんだよ、直撃をあえて狙わない、横通る感じですればね、ぶね、ふっ、よいしょ、よいしょ、オッケー、オッケー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 、あいつ1体だけ残ってんのか、よいしょよいしょ、オーケー、いやーマジで爆弾処理するだけで、処理するだけでというか爆弾を処理すると塗りがね優秀よ、ナイス、これがねスクスロの直撃を狙わない戦法だからこそね、知識知ってる知ってないが露骨に顕著に出てくるんだよね、この点スクスロは基本的に直撃を狙わない方がいい、直撃よりちょっとずらして渦判定だけ当てるのが強いんだよ、スクスロの強いとこ、サモランでたまにスクスロ強いっていう人いるんですけど、その人が言ってる戦い方はそれです、マジかよ、おいおいおい、えらい、
わあ、一体分足りねえ。うえい。あ、倒してる。ありがてえ。いた。どうするあれ。あー。うん？オッケー。よいしょ。よく生きてんな僕。あ、やばい。そう、せめて爆弾だけでも落としたかった。あの位置で荷物もやばいし、この位置でデスもやばい。どっちから来てくれる？なんならこの位置は見られてないね。ああ、残り一人だ。もう無理だ。もう無理っぽ。さあ、ということで負けてしまった。納品が足りないですね。まああの状況じゃしょうがない。あそこで2回落ちて、その後に鉄球を倒したまでは良かったんだけど、囲まれましたね、がっつり。よく生き残っておる、あの状態から。さあ、ということで負けです。ただ、腕前変化はなしと。さあ、スケジュールがこう、あ、本当だ、時間的に更新ですね。ちょっと今回は鼻声で、聞き取りづらくて申し訳なかったです。はい、現在鼻に片方だけティッシュが詰まってます。もう片方は、ワーギャー言ってる時に片方だけスポーンと飛んできました。はい。大声で喋りすぎ。ということでね、今回はここまでといたします。皆さんはね、体調に気をつけて、過ごしてください。気温の変化とかでね、風邪ひきやすくなってるからね。ここに引いた人がいるから本当に気をつけてください。それではじゃねー。